さあ、それではゲストをご紹介しましょう。ノーネ・レナさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。お邪魔します。すいませんね、なんかいっぱいおじさんが、あのね、これほんまにね、もうほんまに恥ずかしいねんけど、もうただただノーネンちゃん見に来たクズがクズの溜まり場みたいになってしまって、ほんと申し訳ないです。あ、いえ、やりにくいですか。いやでしょ、こんなあの辺に立ってるのが特にクズなんですよ。端っこの方に立ってる、あの端っこの人なんかあのパラダイスとか言う人らしいんですけど、全然笑ってなかったもんね。さっきの宣伝でパラダイスって聞いても、いや、ちょっと緊張していて笑うのを忘れて、笑うの忘れてそれは面白くないっていうことやからね。残念やったね、本当にね。ごめんね、夜遅く。ほんまやんか、もう早寝たいでしょ、本当は。いやいや、大丈夫です。いや、大変やで。めちゃめちゃ出てるやん。何でもかんでも、もうね、キャンペーン大変やし、宣伝もせなあかんしね。そうですね。でもそうじゃなかったら、もうこうやってね、ラジオにも来てくれなかったし、ぐるナイにも、ねえ、僕たちも来てくれたもんね、はい、ありがとうございました。いや、本当俺はほとんど絡んでないけどね。あ、ねえ、本当にね、ノーネンちゃんが来るだけでこうなんか現場の空気がもう全然変わってた。なんかぐるナイも全然違ってた。なんかみんなほわーってしてた。現場のスタッフがほわーっていう感じで見てくれてたわ。バラエティはどうですか、最近たくさん出てるでしょ、宣伝で。そうですね、緊張しますか。します。慣れない。慣れない。そうやね、宣伝やったら意外とそのギャラも入ってけえへんことが多いしね、宣伝の場合は。宣伝はそうなの。そうそう、宣伝の場合はあのギャラが入ってこないのよ。知ってたの。うん、ティダカンカンでめちゃくちゃあちこちにも出たけど、ギャラ入ってこないもん。ノーネンさん知ってた、そういうの。あ、知らないです。知らないでしょ。そういう管理は事務所が。あ、事務所が知る。あの、本当に、あの、ギャラ入ってこない。そうなんだ。ほんとほんと。これはもう、あの、みんなが、あの、言ってたから間違いないと。うん、俺もだから明細見ても見ても入ってけえへんから、多分入ってけえへんやと思う。うん。なるほど。そうなの。勉強になりました。そう、ノエさん、うちの奥さん一緒なんよ、事務所。あ、そうですね。おだことある。あ、はい、あの、あ、一度お会いして。嘘。そうだ。あ、お会いさせていただきました。いやいや、そんな、別にそんな、挨拶いらないけど。ああ、そうかそうか。してたんや。あ、はい、何喋ったん。あ、でも、その、多分、司会も。どうもーっつって。あ、うん、はい。初めまして。で、ノーネンさんの方が大先輩やからね。そうか、あと、昔からいてはるから。何年目なの今。今、11とかからなので。すごいや、もう10年。あ、うん。あ、でも、7、8年とかだと思います。うん、ああ、うん、今の事務所はね。あ、はあ、ね、ちょっとね、ノーネンちゃんに今日は見てほしい。岡村隆史がイサキをさばいて刺身にしたんだけれども。あ、なんかさっき見せてもらった。そうそうそう。あのね。お刺身。え、イサキ見るためにノーネンさん来たんじゃない。見せてもええやん、別に。見せたらあかんルールなんかないでしょ、だって。今日カリカリするよ。ノーネンさんに感謝カリカリするよ。刺身見せたらダメなんですか、僕がさ。別にいいんでしょ、話の流れ上何か問題ないでしょ。見てもいいよ、ノーネンさん見てもいいよね。あ、見てもいいです。見てもいいです。はい。え、自分から積極的に見たくはないよね、別にね。積極的ではないよね。ただ見せてくれるなら見てもいいよね。あ、見ても大丈夫です。見ても大丈夫です。見ても大丈夫。見なくても大丈夫ってこと。でもちょっと見たいでしょ、魚が。あ、はい。あ、じゃあ、イサキっていう魚、こうやってね、ウロコを取るんですよ、ウロコ。あ、すごい。はい。はい。ウロコ。何しようでイサキ見てる。あ、今、魚が。そう、魚が。並んで、3匹並んでいます。並んでたでしょ、あれがイサキなんですけど、これ見てください。これ僕がさばいたんです。あ、すごいですね。ほら。わあ、3枚に。そうよ。おお。もっと見て。あ、綺麗です。綺麗やろ。はい。ほら。で、これをさ、ちゃんと盛り付けするとどうなるか。この盛り付けを見てほしいね、俺は。これはね、ほんまにちょっと見て、びっくりすると思うよ。俺が盛り付けたの、一人で。はい。ちょっと見て。ああ、すごい。素敵な、あの、お花みたいな。そうなのよ。ああ、なるほど。ネギが、綺麗に。これネギは、はい。うちのベランダ。あ、ええー、栽培してるんですか。はい、そうです。おお。ハーブに今だいぶ侵食されて、こう片目狭くなって盛り上がってきたやん今。俺だけか。
一旦 CM です。俺だけが盛り上がった。そうね、ごめんね。なんか生まれて初めての深夜ラジオ生放送がナインティナインのオールナイトニッポンです。20年も続いているなんて。岡村さん、矢部さん、お疲れ様です。ノーネレナでした。いやー、ちょっとね、あのディレクターの悪意のあるあの CM アタック入れられてしまって、本当なんか途中で俺らが盛り上がってる話がねちょっと打ち切られてしまうという俺がね痛恨のねミスがありましたけども、本当申し訳ないね。あ、いえ、ラジオも初めてなの？あ、あの深夜の生放送に。あ、そう、大変やな。なんでうち選んでくれはったの？あ、うん、おもかす、いや、事務所慣れて いないもので。あれ、今何の話だっけ？なんかやっぱり言葉の手裏剣がね、なかなかちょっと飛び出さないけれども。あ、じゃあ なんかFM とか出たことあるの？あ、そうですね、10分間だけ。あ、番組やってるの？はい。あ、そうなんや。あ、そうなんや。うわー、ごめんね、こんなもう小汚い人らばっかりがいて。いやいや、申し訳ないね、本当に。いっぱい来てるよ、飲んでさ。そこ座んなよ。お前たち気持ち悪いわ。移動してる。移動してんよかったな、落ち着き出しよった、座って。でも言うとっけど、あそこに座って4人のうちのまあ2人はもうただただハガキ書いて、ハガキ職人からな、うん、ハガキ職人からのあれやから、まあ一人ハゲの人よう知らんけども、なんか関係ないのに座ってはるけれども、うん、いっぱいメール来てるから答えてあげてもらえますか？はい、お願いします。はい、ラジオネーム高槻式模章。能年さんは最近多忙だと思いますが、何か夏らしいことはされましたか？お前は、はあ、夏らしいこと、うん、なんでしょう。あ、こないだお家でそうめん食べました。あ、夏らしい。冷や麦を食べました。冷や麦、かわいいエピソードね、おそうめん。あ、はい、自分で買うてきたの？おそうめんは買って、こう、うん、湯がいて、湯がいて食べました。あら、能年ちゃんね、自分で湯がいて食べましたよ。お、美味しかったです。美味しかった？美味しかった。おえー、そのなんかあの薬味とかどうしたの？あ、卵と、うん、卵、あ、卵です。うずらじゃなくて、あ、あの薄焼き卵です。おお、錦糸卵みたいにして。あ、そうやな。おえー、自分で作ったのそれ？はい。いやー、ふん、卵だけ？卵とアスパラ。アスパラ入れた。アスパラです。卵とアスパラ入れたの？うるさいなアスパラはトリッキーだったね、ちょっと。アスパラ入れてるんだ。美味しかった。ちょっとあの、何やろ、冷麺チックというか。あ、もりもりで、具が。具がもりもりで。はい。ほぉ、料理とか他にもしたりするの？いや、普段は全然しないです。でもなんでおそうめんを食べようと思ったの？あ、ずっと長いそうめんをしたかったんですけど、うん、できないので、なんとなく、食べるだけでも。流しそうめん事務所の方、夏忙しいんですから、能年さんがもう本当に流しそうめんしたいんですって。流しそうめん、そやのにもう家で流されへんからもう、しょうがない、ね、アスパラですっておかしいですやん、ね、でも美味しかったもんな。美味しいです、アスパラ。美味しかった。おすすめです。そのめ、あの、つゆに入れて、はい、つゆにつけて食べたの？はい。うわぁ、そうなの。シャキシャキして。シャキシャキしてて、ちゃんと水でキャーっとこう、もみ洗いとかして、やったの。焼いて、ジュー。あ、じゃあ、そうめん、そうめん、そうめん。あ、そうめんですね。うん、茹でて、こう、あれして、びっくり水とか入れて。びっくり水って言うんですか？なんちゅうの、ちょっとこう、バーってなったら、一瞬水ちゃんと入れて、吸って落とすわけよ、温度。びっくり水って言うんですね。そうよ。勉強になりました。続いて、ラジオネームスペシャルウィーク。能年さんは兵庫県出身で、そうなんやね、はい。お笑い芸人になりたいと思ったこともあるそうで。えー、はい、好きな芸人さんはダンディ坂野さん。
とのことですが。あれ、ナイナイさんの番組は普段見てたりしますか？芸風が全然違う。違うんです。その、あの、当時、うん、ダンディ坂野さんの、あの、うん、ゲッツ&ターン&リバース&ステップステップを、うん、3秒以内にやるとか、2秒以内に、1秒以内にやるみたいなのが、うん、友達の間で流行って。っほんまに好きやねんな、その流れるように喋ったもんね、今。うん、ゲッツ&ターン。ほんまにやってたんやな。あ、リバース。へ、え、ぇ、ー。はい。ナイナイさん。番組もすごい楽しませて拝見させていただいて見てくれてんの？はい、この間あの、あ、今日、昨日になるのか、うん、あの、こっちに出させていただいてもすごい嬉しかったです。いや、もうそんな出ていただくだけで全然こっち側の方がもうありがたいよ、本当に、うん、ごめんなさいね、ほんまにもう、あ、美味しかったです。美味しかった？はい。そうか。だってもうそうめんしかね、食べてないんですから、事務所の方。まあそれ以外にも食べてるやろうけど。美味しいもの食べに連れて行ってあげてください。もう事務所がもう事務所で長いやつね、作ってもうたらええやないの。10メートルくらい。10メートルくらいの。12メートルでお願いします。流す。ねえ。みんなでやったらね、楽しいよね。はぁ。これ行こうかな。豊島区赤ヘル大樹。のねさんに質問です。岡村さんに対するイメージは次のどのイメージでしょうか。1、面白い男性。2、素敵な男性。3、東京のお兄さん。4、東京のお父さん。5、知らないおじさん。あ、五択。五択ですね。ですね、うん、どれに一番近いですか、感覚的に。うん。1、1ですね。面白い男性。うわ、面白い人好きやもんね、大体女の人ってね。女の人ってね。面白くないよりかはね。そうやね。ずっと、のお姉さん好き好き言ってたし、知ってる？あ、あの、私、うん、あの、テレビでやってた、あの、うん、ロケ地に行ってくださったの、最近。そう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 。それ見てたんや。はい。そうなのよ。あまちゃんの。もう、あまちゃん見て、ほんと元気もらってたから、うん、そのロケもね、全部ロケ現場行かしてもらったの、旅猿で。もうテンション上がり倒した、ほんまに。豆部が微妙だった。豆部ほんとね、あれ、ようわからんよね。そやけど、並んでたよ、ほんとに。豆部飲むのに、わーって並んでた。すごい人気やったよ。だ、大きいバージョンとちっちゃいバージョンはね、怖いからちっちゃいバージョン食べてんけど、ちっちゃいバージョンでよかったわ。だけどもう、あれ食べんとなんか、なんちゅうの、あっち、こう、アマちゃん体験した感じになれへんからやね。でもそういう人多かったみたいね。いすごいよ。うん。ありがたい。あの世界に行きたくてね。いや、ほんま。フットボールの岩尾さんなんて、本当にもう、帽子、目深にかぶって、一人でずーっとロケ地回っててんで。ほんで、監視小屋も、俺らは監視小屋入れてんけど、はい、監視小屋も入られへんから外から写真撮っただけやねん。あ、でも俺らはロケやったから入れてもらえたけど、あの防波堤もこう、俺らは上に上がれたけど、岩尾さん自分でこうやって、灯台こうやって自分で自撮りしてはったもん。好きすぎて。みんなファンの人がね、多かったみたいですよ。そうやのよ、ほんまに。うん、たくさん言われたでしょうね。ですね、アマちゃんって呼ばれて。アマちゃんって呼ばれるよね。はい、よね、ありがたかったです。いや、すごいよ、本当に。よかった。ラジオネーム、ポピーライダー。岡村さんは、のねさんを、透明感がある、可愛い、などと褒めていました。そこで思ったんですが、年の差23歳は正直恋愛対象になりますか、のねさん。あ、年の差。23歳。23歳か、離れてる。23歳。すごい。すごいでしょ。でも精神年齢すごい低いからね。それはわかるでしょ？精神年齢が低い。うん。精神年齢はものすごい低いよ。自分の彼氏にするなら、どう、彼氏の対象になるかどうかですよね。うん。ああ、でも彼氏というもの自体が想像しにくいので。うん。どうなんでしょう。ああ。どうなんでしょうね。まあ。どうなんでしょう。どう、もう何でもするよ。もう脱毛してくれたら脱毛するし。言わへんよ。もうちょっとこう鼻高くしてくれって言うたら、整形もするし。すごいな。何でもするわ。何でもしてくれねんって。ああ、素晴らしい。でもまだそんなん全然考えられないでしょ。仕事も忙しいし。そうですね。そうやな。千年。
まずはまあお父さんぐらいの年やからな。そうですね。ね。はい。お父さんいくつなの？今年41です。うわ。あ。年下や。あ。え？44やもん。おとん呼び捨てにできんの？俺。うん。缶コーヒーかわしに行けるよ。変な話やけど、お父さん、ノーネンって言えんのやな、それ。ノーネンって言う。あ、そう、はい、全然あかんやん、ほんなら。な、ありえへんわ。お父さんですね。うわぁ、そうか。残念やね。お父さんはお魚さばけたりすんの？あ、見たことないですね。見たことない。はい、あんな綺麗にできるお刺身。いや、見たことないです。お刺身好き？お刺身好きです。うん、よかった。キモい。お刺身好き、よかったわ。わ、そんなに離れて41歳か。後藤真希の手作りズッキーニとナスと玉ねぎのトマトソース28点。ナインティナインのオールナイトニッポン。小森純、梅ドレッシングでサラダを食べる25点。ナインティナインのオールナイトニッポン。モネさん、もう感想のメールが来ましたよ。あ、ラジオネームドミール佐久間。深夜ラジオを聞いててこんなにほっこりするのは初めてです。ありがとう、のおねんちゃん。あ、ね、いやもう、ありがとうございます。岩手県二山豚。初めて家事をやったおじいちゃんが孫娘に褒められたくて一生懸命になってるように聞こえます。あ、わ、頑張ります。うん、はあ。北海道、ラジオネームゆいちゃん。のおねんさん、さっきのダンディさんのギャグ2秒でお願いできないですか？2秒で、ね、2秒、結構早めかな。あ、え、はい。何歳の時それ流行ってたの？小5、6ですね。小学校5、6年。マッハでちょっと。じゃあ2秒で。あ、やりますか？はい。あ、お願いします。ここでやりますか？うん、あ、はい、動きもついてんの？2秒でいけんの？2秒で頑張ります。わかりました、うん、じゃあ立っていただいて。ではいきます。はい、はい、よーい、スタート。ゲッツアンドターンアンドリバースアンドステップステップ。おすごい。かわいすぎる、かわいすぎた。もう一回。もう一回。あ、じゃあもっと早く、もっと早く。なんか思ってるより遅かったわ。1秒でいけんの？うん、もう現役よりはなまってますが。わかりました。行きましょう。思い出して昔の。いきますよ、はい、よーい、スタート。ゲッツアンドターンアンドリバースアンドステップステップ。おお、超可愛くないですか。ラ、うん、ラジオやけどね。はい、追いました今。すごいね、これ。もっとその現役の時は本当は早かったってこと？はい、あと、あの教室の廊下がちゃんと、あの、ワックスだけ。なるほど、キュッと回りやすいね。なんちゅう顔で見てんねん、パルダ。そうか、スカートもヒヤッとなって。はぁ。小学生の時は、あの、ズボンでしたね。あ、ズボンで。すごいね。でも、じゃあもうあれなの？その、ダンディさんが好きやったの？ダンディさんが流行ってたってこと？流行ってました、すごく。はぁ。そうか、ダンディさん、全盛期その年か。小学校。ノーネンさん、小学校やって。小学校の時。2秒でいないでやれたら仲間だみたいな。仲間だ。2秒でやれたら仲間だって言って。できなければ仲間じゃなくなんねや。っていうのがすごくありました。かわいらしいエピソード。今日はオールナイトニッポンじゃないみたい。すごいね。素敵な感じです、本当に。こんなんやってみようかな。ラジオネーム、タカチーチョ。もしもお兄ちゃんにするなら、岡村さん、矢部さん、どちらを選びますか？はぁ、あ、お兄ちゃん。お兄ちゃんですよ。お兄ちゃん。うん。はぁ、あ。兄弟おんの？あ、います。妹がいます。あ、妹さんか。はい。
お兄ちゃん想像したらどっちがいい？お兄ちゃん欲しいんじゃない？じゃあ男兄弟、はい、岡村さんと矢部さん、岡村さんと矢部さん、うん、どっちがいいんでしょう？どっちでもいいよ、思った方でいいよ。どっちにする？お姉さん、どっちにする？パラダイス関係ない。ないてないで、うん、ダンディさんも入れていいですよ。ダンディさんも入れていいんですか？ダンディさんも入れていい。3択2時。じゃあ、うん、ダンディさんです。ああ負けた、負けた、ダンディに負けた。まさかのダンディ。ダンディさん強いね。強いわ。悔しいわ。その時のインパクトがやっぱりものすごい残ってんねんな。ダンディインパクトが。ギャグとかないとあかんね。ギャグな、やっぱりね。でもな、パラダイスっていうのもな、まだちゃうと思うしな。受けてへんかったかな。あ、今ずっとやってんねん。ちょっとちょっと、もうあれやで、もうほんまにもうこれで中川パラダイス同じ事務所やから特別やで。はい、じゃあちょっと満金のやつ、満金のやつやれ、はい、正面でやってあげ、見てやる、ね、ダンディに負けんなよ、その子。わかりました、任せてください。パラダイス話しか見てない。帰れよ。放送事故になるわ。パラダイスの後放送事故になる。オールナイトニッポンを汚しやがって、ほんま。ごめんな。あ、気持ち悪かったやろ。変な空気になって。どうやったパラダイス。あ、全然。すごく。な。パワフルで。うん。パワフルやな。あ、パッという感じ。パッという感じ。いや、ノーネンさんの口からでやる。はぁーし。ほわーって言っただけやったけど。ちょっとびっくりしたな、んかでっかい声やったら。びっくりするもん。いつもよりも、ね、目が強かったで。うん。千葉知ってたわ。怖いわ、ほんまに。怖がらしてごめんね、ほんとに。申し訳ない、ほんとに。こんなん行こうかな。東京都カエルが爆発。薄毛治療をする男性をどう思いますか？薄毛治療。うん。やっぱそのハゲ、ハゲかけてる人とハゲてない人やったらどっちが、どっちがいいと思う？ああ、多分そうじゃないね、うん、薄毛治療をするような男性をどう思いますか？あ、でも、え、いいと思います。お、いいと思う。でも、うん、痛いんですよね、こう上。あ、それはあの、なんちゅうの、いろんな植毛でしょ。あ、うん、ないろんなこう、中から、うん、あ、うん、入る。そう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 、なるほど。そういうのもある、ね、いいと思う。いいと思います。うん。生えてる方が好き？生えてない人とどっちが好き？ああ。あ、でも。どうですか？お父さん、ふさふさ？あ、今のところ。今のところふさふさ。41やもんね。でも突然来るからね、うん、ファー。突然。うん。なるほど。でもまあ40であんねやったら大丈夫なんやろな、そしたらな。へえ。でも自分自身も、こう。テレビの CM とか見ると薄くなってくのかなって心配なので、うん、女性もえそれお父さんがそれともノーネンちゃんがあ自分がなれへんよそれなるわけないやないのならないですか、ね、ならないそんなのあでもあれもし将来結婚してノーネンさんが、はい、あの出産したら抜けるよお母さんはあそうなんですか髪の毛抜けるそういうのがあるうんあ今うちの奥さんそうやねそうなんです、ね、亡くなったりはせえへんのそやけど亡くなるせえけどやっぱりびっ新手でびっくりするぐらい抜けるんですって、はあ、栄養はやっぱり取られてなるほど、栄養不足やったかな俺もしたら出産した栄養不足取られて打てんのかな俺なご出産されてそう岡村さんご出産されてるいやバラエティ慣れたでもちょっとはいや、なれへんか、やっぱりな。もう大変やろな、そらな、大変と思うわ。高砂市ラジオネーム、ボート。何度かバラエティ番組に出演されていますが、一番印象の良かった芸人さんはどなたですか？うん。いろんな人とね。一番？うん。うん。ダンディ魚も入ってくるけど。ダンディさんも。でも、お会いしたことないですね。お会いしたことないの？ないねや。そうなんや。喜んでるやろな。喜んでるやろな。嬉しいやろな。こんといてよ、もう。わかんで。情報聞きつけて。誰でも彼でも入れるわけやないねんから。うん。なんか印象良かった人います？いっぱい出たもんね、バラエティ番組もね。うん、はぁ。でも、お二人、すごく優しくて。どうもありがとう。あ、
ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとう、本当に。もうありがとう。よろしくお願いします。いえ、こちらこそよろしくお願いします、本当に。でも、お兄さんにそれやったら、誰が一番よかった？あ、そうだ、お兄さん決めてなかった。決めたよ。決めたやん。決めた。ダンディさん決めたやん。あ、ダンディさんでした。もう一回同じこと聞いただけやめん、ノーネさん。ごめん。そこでがっかりするっていう、ちょっとくだりをやりたかっただけど、ね、全然大丈夫、全然大丈夫、それは。ノーネさん決めたよ。ダンディさん。ダンディさん。岡村矢部ダンディさんやったらダンディさん。全然大丈夫。はぁ、い、映画の話もしとこう。そうね。神奈川県、田野口。ホットロロード公開楽しみです。ノーネさんに質問です。撮影中何か苦労したことありましたか？苦労したこと。困ったこととか、苦労したこととか。なんでしょう。セリフとか得意ですか？覚えるの。どうなんでしょう、うん、でも感情のセリフだったら覚えやすいんですけど、うん、説明セリフだとやっぱ難しいですね、覚えるのが。でもこういうあのちょっとしたこうちょっとヤンキーチックな役じゃないですか、はい、そういうのは難しくなかったですか？そうですね、ちょっとキャラ作りというか難しかったです。うん、要はその珍相談のお話だから、はい、暴走族、うん、そうですね、うん、そうですね、珍相談のお話だからそうですね、もうね、暴走族って昔珍相談っていう言い方にしようかっていう、どこでしたっけ、警視庁でしたっけ、そう、警察がそういう風に言ってたんやって、決めた時期があったんです。暴走族ってちょっとかっこいいイメージがあるから珍相談にしようっつって、そういうのが入りづらいやろっつって、うん、あ、変でしょ、チンソーダチンソーダって変な名前でしょ。あ、そうですね、うん、そうですね。眠たくなってきた。あ、もしかして。いえ、そんなことないです。眠たくなってきた。いえ開いてますなんて言うたら今、開いてますって。開いてます。開いてるって何が？目が目が開いてます。あ、すごいねこれ行こう。ラジオネームスペシャルウィーク、ホットロードでは尾崎豊さんの歌が起用されていますが、ノーネさんがカラオケに行かれるとき絶対歌う曲はありますか？うん、絶対歌う曲。どんな曲歌います？ああ、カラオケ行く、まず。あ、行きます。行く。結構 AKB とか歌う？あ、 AKB さん。 AKB じゃない。あ、でもいや、全然全然気にせんでええねんよ。今なんか好きな歌、アニメとか自分が歌う歌で。あ、最近絶対歌うのは、うん、サンボマスターさんの。ああ、そうなんや。世界はそれを愛と呼ぶんだぜよ、締めで歌ってます。締めで歌う。ええー、それ誰と言ってんの、カラオケ？お世話になってる、うん、演技指導の先生でしょ。演技指導の先生兼友達やねんな。はい、友達。何してんねや。いや、この間聞いてん。あ、お友達誰いるんですかって言ったら、もう芸能人のお友達いないって言うから。誰がお友達なの？演技指導の先生が友達やねんね。はい。友達になっていいですかって言うんでしょ友達と言っていい許可をもらい。はい、友達と言ってます。いや、もうこれほんま、これが本当にもう変わらないでいてほしい、本当に。これがどんどんなんか仲間増えていったりしたら、悪い仲間が。あ、悪い仲間。仲間。友達増えるのはね、いいことですけど。友達はね、いいんですけれども。うん。いやー、変な仲間がね、いっぱい出てくるから。あれ、仲間じゃないでしょ。気をつけてね、ほんと。のねさん、お時間なんですって、そろそろ。あ、お知らせ、はい、お知らせしときましょう、しっかり。これ大事ですから。はい。のねさんの口から。はい。お願いします。はい。はい。今週土曜日、8月16日から映画ホットロードが全国ロードショーになります。はい、原作は1986年から別冊マーガレットで連載され、全4巻で700万部紡ぎたくさんのホットロードです。うん、すごく青春を感じる映画になっていると思いますので、うん、はい、その青春に共鳴して何か響いていただければと思います。これちょっとその現代風になってるの、あの漫画だって携帯とかそんな出てきやん、家の電話とかタクティクスとやっとか86年からやもんな、コロンが、うん、
でも現代の方にも通じる部分は何かなっていうのを考えて、やらせていただきました。じゃあ現代っぽくなってるんやな、これ。そしたらね、うん、これだからまたアカデミー賞で会うかも分からへんね。ああ、大きなこと。なんか映画出た？猫沢やん。ああ、あったな。特殊メイクでやったやん。猫沢あった。話題賞あるかも分からへんね。あ、もしかしたらね。あ、じゃあ祈って。祈りましょう。会わないように。今週末かな。簡単ではございますが、嬉しいお言葉とさせていただきます。岡村隆史でした。こんなスピーチさ、絶対ない。スピーチはもうバシーって決めようね。アカデミー賞の時ももうスピーチはバシーって決めましょう。えらい滑ったから。そう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 。ホットロード今週末から公開ということで、うん、見に行きます。ぜひ、ご覧になってください。はい、ということでございます。いやー、今日はありがとうございます、はい、遅くまでどうもありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました。野村玲奈さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ホットロードの主題歌、尾崎豊でオーマイリトルガール。ジェ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 ナイティナインのオールナイトニッポン。ジェ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 。いや、もうでも衝撃やった。お父さんが年下やからね。あれはもうバビった。でも鬼二十歳ぐらいの子供がいてもおかしくないっていうことやからね。そうよ。すげえな。でも若い時のお子さんやねんな、20。若いよね、20前半。21ぐらいで。あね。うん。いやー、でも変わらずいてほしいね。本当に、このまま。いや、心配やろね。お父さん、お母さん、お父さんなんてたまらん思うわ。いやー、ほんまやで。嬉しい反面。いや、ほんまそうやで。ああ、もう全、ね、全国で売れて。うん。ホットローでもええけども、相手、エグザイル？エグザイルか？あのエグザイルか？なるんちゃうのか？ジェイソウルブラザーズか？なんや？ジェイソウルや。言ってなるで。ジェイソウル。トライブ？なんだ、何がトライブだとか。俺やったらなってまうかもわからへんわ。ねえ。ねえ。でもなんかすごい、帰り方も面白かったでしょ？後ろ。なんかなんちゅうの？こういうさ、なんていうの、金太郎さん歩きじゃないけど、なんかこう、うん、右へ左へ行きながら帰る感じさ、うん、もう可愛らしさあるよね。無邪気な感じ、無邪気やね、うん、そしてもう誰もいない。一瞬で接待しましたね。奥田もみんなも、うん、奥田なんかもう今度から出入り禁止したろうかなね、ほんまに。中川パラダイスが、まあ、パラダイス、滑るふりをされたんで、滑りますよね、って言って。いや、お前、受けるふり俺見たことないねんけど。なんか言い訳して、上上がってった。受けるふりなんかないもん。受けへんねんから。ふりがどうこうじゃないと思うねん。ギャグなんてふりやないからな。あの出され方はちょっと。本人は言ってたけどね。まあ多分これからもあんな感じやろ。俺ずっとノーレンさんだけ見てたから、はぁって言っただけや。いや、もうほんまもうどこにもパラダイス存在してなかった。どうしていいかわからん。迷惑だけかけたやろね。そやろな、怖かったやろな、ほんまにな。もう残念ですけど、またね、来てくれたらいいなと思いますけれども、また会いたいですね。